皆さんこんにちは。材木屋の親父と菅根、親父の八田金也です。はい、菅根の八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、土地の条目について特集していきます。本日ご紹介する天板こちら、もう見るからに存在感が半端ないっす、うん、親父さんこちらは、どちらき土地、土地というともうあの白いシルキーな色味が雰囲気としてこう特徴でしたけど、これはなんかまた独特ですね。着色剤で、ああ、はい、着色、うん、おー、着色することで本当に際立ってくるよね。これはすごいですね。同じシジミでもね、場所場所で全然この細かさ、そうですね、細かいやつもあれば、うんうん、ね、少し大きめの、まあ、ドラフっぽい、はい、ドラフっぽいね、うん、のと、ここら辺複雑に入り乱れてる、そうですね、いやこれはもう木が名木好きにはたまらない、うん、本当珍しいものが好きっていう人には、ちょっと同じものはないな。そうですね。これ着色するのには何か理由があるんですか？やっぱりあの昔は床の無材とかはまず着色しました、でこういう色につけて、こうやって、柄を際立たせて使うことが多かったんですけど、今はどちらかというと、もうナチュラルのままっていう人のが多いので、はい、それでいくこともあるんですけど、本当さっき申し上げたこう名木好きはもう色つけて派手にしましょうよっていう。派手にね、ほう、たまらんよね。これはそうですね、さらにね、見てほしいのはね、この木からのつながってきた小刃とか小口、おお、小刃もおお、この連続した柄、はあ、本当だね、つながってるですね。入れちゃうわけじゃなくてね、連続して、おお、いわゆる天板の横側まで楽しめるというか、そうです。名木好きはたまらない。しっかり木が出てます。ね、どうしても天板の表部分しか見ないことが多いんですけど、こういうのはね、時々こういう特殊なやつは見てほしいな。普通な人はたまらないですね。こっちも素晴らしい。表面からのこのつながりね、はい、この天板、サイズはいかがですか？幅は80から81センチ、おで、上から下は2メーター、おついつい我々は自然なものっていうことで面皮をね、訴えがちなんだけど、実はこういうふうに、輪郭にした時でも、こういう柄はこうなんだよっていうのは、面皮にするとこれ見えないからね。そうですね、心柄が、はい、だから私は両方見せたいと思います。これはまさに見せる木があるし、そう角にカットした時の良さもねあるんだよっていう、そうですね、